見慣れぬ場所。ここは一体どこなのでしょう。こんな新作にまで呼ばれて飛び出るとは、人気者の辛いところですね。成田め、オリジナルキャラだけでは不安だからゲストキャラが欲しいなどと多忙な私に声をかけてくるとは、愚か者なりに賢明な判断ですが、随分と弱気なもの。かつての睾丸はどこに行ったのやら。私とてメルブラの主役として10年を務め上げたに、古参タイトルとはいえ、こんな新参者にとって代わられては治れも良いところです。とは言っても、現在の技術で作られたこのゲームのクオリティを認めざるを得ない。この横に広い画面、このドットの細かい体、まあどうにも足元がスースーして落ち着かない。もし隣や近くでメルブラが動いていたら、比べてみると技術の進歩がわかるはずです。そして企画としてそちらの方もワンプレイしてみていただけるとありがたい。かっこ宣伝かっこ閉じる。5本。セールストークはここまでにして、ゲストキャラである私にまともなストーリーなど望むべくもないのですが、締めるところは締め、ルーキーたちにこの業界の礼儀を教えるのも勝ち組の務め。アーケードで通じるゲームというのがいかに難しいか、先人たちが築き上げてきたこの業界がどれほど偉大であったかを教育しましょう。ルーキーであるあなたたちがその高みに行けるかどうか、ここがその分水嶺と知りなさい。ま、こんな学用帳を未だに用いる時点で厳しいと言わざるを得ないのですが、この風の流れ、やる気なのね。ファーストクローズリバイト、つぶれもさ、スライトエア、つぶれもさ、動くな、キラリ、いきます、つぶれもさ、全然動くな、知らせる、戦力、つぶれもさ、見えました、予測数値以下とは。セカンドクローズリバイド、くらなさい、はやっは動けた、こっそりメイド、全然やっは動けた、こっそりは左戦力走れ、食べてるよ、はは直撃戦力、はっはっリバイトエア、甘い甘いレベル、甘い甘いやっは、ブレイクダウン、ダメージ、お前の罪を数えなさい。以上です。わかりました。ウィナー、闇雲に暴れても状況は変わらない。窮地に求められるのは冷静な判断です。生き延びたければその身に刻むことだ、ルーキー。僕は頭脳労働担当なんだけどね。ファーストクローズリバイト、あー危ないね、引きます、スライトエア、甘いね、つぶれなさい、立て直そう、食上手だね、ごめん、そこです、飲みやすい、止まる、そこです、スライトエア、よっしゃ、エージライトグラウンド、うっと、予測数値以下とは。ウィナーウルトラマン、パーフェクトセカンドクローズリバイト、スライトエア、意外とやだ、セカンドエア、わかった、飲みます、動くな、甘いね、知らせる、スリーピッシュ、ここは安全でいきます、引き、やっと、ブレイクダウン、以上です、わかりき、意外とやるが、常人の息は出ていない、つまりはその程度ということです。
ヒルダ。この物語の最大の悪役であり、この事件の首謀者だ。あら、かわいい子。知的なところは好みじゃないけど、私は何でもお見通しですって顔しちゃって、そこは可愛くない。その通り、私は何でもお見通しです。今までのルーキーと同じように考えていると痛い目を見ますよ、まばゆき闇。あんた一体何者なの？そんな落ち着き払った顔しちゃって可愛げもない。見たところ、そんな強力なインバースだとは思えないんだけど。全く異質のチャンネルインタプリタ、起きるはずのないバタフライエフェクト、異作世界のファンタムトゥネリング、それが私です。人はいつしも儚い可能性を求め、それにすがり生きている。解釈？波紋？言ってることがさっぱりわからないっての。まるで遠い外国から来たみたいな言いぶりだけど、もしそうならわざわざご苦労なことね。遠くからわざわざ来てもらったのに、この私にゴミ虫みたいに潰されちゃうんだから。この力、この強さ、持つ者ゆえの苦悩、あんたみたいなのにはわからないでしょ。あ私もかつてはストーリーの中枢に絡み、姿は違えどラスボスにまで上り詰めたことのあるに。ヒルダ、あなたが今抱えている苦悩は手に取るようにわかる。ですからここでその鎖を解き、あなたをその呪われた運命から解放しましょう。なーに、このゲームがあと3作も続けば、あなたも路地裏住まいのいじられキャラとなって、私の苦悩がわかるはず。バーストフローズリバイト。動くな。まるで、いや、今からそこで最初の旅の、まるで調子に乗っちゃった、ロッタに調子に強めて、狙いそうだ、やった、そこでこの地、逃しましょう、お前の罪を数えなさい、まだ、つぶれのそこで、いや、動くな、いや、予測数値以下とは、情けないな。エルトナリーセカンドクローズリバイト。行きます。セカンドエア、止め、そこだけ人間と行くの、動くな、ちょっと団長、もったいない。さあ、潰れなさい。元は全点です。まるで気調子に行かない。潰れなさい。お前の罪を考えませんね。もったいない。はっ、まるで気せない。ウィナー、エルトナリ。あなたごときの相手、計算も予測も高速思考も必要としない。身に染みましたか、ルーキー。これが10年に及ぶキャリアの差だ。あとはお願いね、百見せてあげましょう。懲りないね、年季の違いを。バーストクローズリバイト。あら、よっかやりますね。ハンカー、ね、ブレスライトエア、なぎハンカー、止め、根元は全然です。ハンカー、チャンス、視線力変わったのかい。行くよ、ノーネア、止め、ブレスライトエア、こなぎ逃しません。やってや、ヘア、ジャン、そこです。そっち、チャンス、ハンカー、やめてよ。すぐに見えますね。お前の罪を数えなさい。いい加減にしては誰が来た。いっそいっそ、はい、やりますか。敵戦力シャッフル、やった。何でだ。お前の罪を数えなさい。予測数値以下とは恐ろしすぎた。エルトモニセカンドクローズリバイト。行きます。ほらほら、ノンヘア、スベルエスライトエア、抜けてきた。止めてよ。ここ危ない。怖い。エーゼライトグラス、危ない。
つぶれなさい。そこに、そこに。それを打ち込んでおこうかな。胸が甘くなる。クスライクダウン。お分かりいただけます。その甘すぎる思考、それではこの世界は到底渡っていけない。自分が何を手にして生まれてきたのか、今一度深く巡らせてみるといい。我見せてあげましょう。システムの違いを。バーストクローズリバイド。ノレクソハッノレクソハッノレ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 ノレコーノレエージェライトグラウンハッヤッヤッヤッノレイケッサピキセン終わりかクソ終わりかやるな次だ動きだ終わりかやるなこの地伸ばします止め退屈バカなハッこれに耐えられるか爪がハッなめるなあなたはまず無謀という言葉を知らないしても引かずセカンドクローズリバイドハーッ連行だ爪が引きます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 なかなかハーッそこは安定できませんハーッやるなやるなやるなハーッハッノーレッドつぶれるエスライトエア引きます抜けたハッ引きますハッハッこの口お分かりいただけましたか。私とていつまでも出会った頃のようなルーキーではないのです。再び出会う機会があるならば、その時はあなたを一人の挑戦者としお相手をしましょう。これは可愛らしいお嬢さんだ。もしかしてあなたにも白いそっくりさんがいたりはするのですか。こう雪や氷をふわっと。シロ、そのような姉妹機は存在しません。多分ほんの冗談ですよ。冗談分かっています。それではおそらくあなたはメカというカテゴリーでしょうから、やたら何かとタッグを組まされて登場していたりするのでしょう。そうでしょう。その質問にも該当事項は存在しません。イグジスともファルスとも微妙に異なる力の根源を操るもの。あなたは何者なの。この場で排除をするべきなのか判断に困るところ。はぁ、まったく神話性の高いネタを振ったつもりでしたが、これだけの絶好球を2つともスルーとは情けない。最近のルーキーのコミュ障具合ときたらないものだ。嘆かわしい。沈黙系プラスゴスロリ系と壺を得ているあなたになら、この世界を渡っていくためのアドバイスなど不要だと思っていたのですが、まだまだ足元おぼつかぬルーキーには違いないということか。何か面倒な気配がするので、私はここから撤退をします。あなたは虚無義弾外のものであると判断した。したがって我々は戦う理由を持たない。もっともあなたが敵対性を持つ存在であるのなら話は別。私の敵対性ですかそうですね、ルーキーへのレクチャーという名の敵対性、これをたくさん持っていると言えるでしょう。そう、たくさん。したがって話は別になるので、我々はここで戦う理由があるということ。さあ来いなさい教えを、知りなさい厳しさを。この世界にいる以上、いつ誰の挑戦でも受ける気でいなくてはならないのだから。バーストクローズリバイド。でえっ、爪が近づけ、爪が近づけ、爪が甘い。動くな。
逃がしやった。そこでそんな危ない、行くぞ。予測数値以下とは。セカンドクローズリバイド。セカバイ衝撃を。セカバイ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 行きましょう。はい、カバリン潰れなさい。エーゼライトグラフ、これにしよう。セッター、あんた動くな。あんた作戦力シェフシェフ世界カバリン、やっカバリン爪が衝撃を潰れなさい。クッカバリン行きましょう。潰れなさい、動くな。セッター、セッター、やばい、危ない。行きましょう。正面やりますね。ウィナー、エルトナム。意外とやる。が、常人の息は出ていない。つまりはその程度ということです。手ごわそうな相手だ。おっしゃってますか。ファーストクローズ、リバイト。やった。デイが始まった。最後のブレーディング。爪が。やりますね。ライター、おい引き寄せる。ライター、まだだ。やっ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 やセッ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 は満ちた。お仕置きの時間です。バーストクローズリバイト。リバイト、すごく隙あり、やりますね。あなたは仕込んでやった。なんとまだまする。カウンター、動くな。カウンター、ちょくなっちゃう。そこでやる。せっせっロン、いきます。リバイト、まだまだ。セカンドクローズリバイト。
あなたがリンネ、その身のこなしどこかで見たことがある。そう、何か線が見えるという彼女の動き、あなたにもそれが見えるのですか？あいにくだが、そういうのは信じてないんだ。すまないな。微妙に会話の行き違いを感じますね。よろしい、この話題からは離れましょう。これ以上突っ込んだ話になると、さすがの私でも責任問題に発展してしまう。出会い頭に随分奇怪なことを口にするんだな。お前は何者なんだ？私の素性、いいのですか？答えてしまって。私は今回ここには無断で出演している。このことが上にバレれば莫大なゲラが発生する。相手が月だけに天文学的な。それは困るな。私もハイドも、特に私は貧乏なんだ。何せ今は住むところにも困っている居候の身分なんでな。リンネ、急にあなたというキャラに親近感が湧きました。住む家がないというのは、場合によっては素晴らしいアドバンテージとなり得ます。名乗らないのは構わないんだが、呼び名がないのは不便だろう。偽名でもいいよ。何か呼び名を教えてくれないか？そうですね、では私のことはエルトナムさんと呼んでください。親しみは込めなくていいので、ただエルトナムさんと。エルトナムさんか、わかった。お前ほどの者がわざわざ道化を演じる必要などないだろうにな。道化、いいですね。今の私を表現するには最適な言葉です。不労所得、かっこいい。ではリンネ、あなたが2代目のワンダラーを名乗るにふさわしいかどうか、この初代ワンダラーが試させてもらいます。あまり嬉しくない襲名の儀式だな。バーストクローズリバイト。ハンセラハンセラ、そこでエレクライトエール、やりって爪がカウンター、やった。爪がレクゾクです。カウンター、やった。やりますね。ハンセラクッチてれば合図。なかなか舐めるの手ごわい。ビールが詰めるかと思いましたけど、今の力を。よっ、舐めるのもすごい試合に。爪が手ごわい。なかなか詰め、止め、動くな。爪が前、こっちが前、なかなか詰める。敵戦で止め、はっ。
セカンドクローズリバイト行きます。やっはっやっはっ仲間中のデルタ爪がやっはっサンクラやりますね。やっはっ気をせめて一動くな。爪が入っ行きます。あなたがこの世界の主人公ですね。はじめまして。新旧主人公が揃い組。ここは握手で世代交代するのがお約束かと。なんだよあんた唐突に。主人公俺が何言ってんだ。主体性に欠けた曖昧な言動、絵に描いたような今時の装飾系。どうしてこう主人公属性の男性というのは揃いも揃って優柔不断なんでしょう。いや、わけわかんないこと喋る前に教えてくれ。お前は誰なんだ。お前は誰なんだ。そうだよ、まずは自分の名前くらい。なんあなたより数倍も数十倍も数百倍も有名なこの私に向かって誰なんだ。幾度となく大会でも優勝を経験し、 A 級コンボを持ち、10年も前からこの世界で活躍している先輩に向かって全く投げかわしい。ですがルーキーとは無知なもの。ここは一つ先輩である私が大人になりましょう。私の名はそうエルトナム。ここではエルトナムさんと呼んでください。権利的な問題とか政治的な問題とか感情的な問題でいろいろ伏せますが、職業は錬金術師です。ほんとマイペースで喋るんだなお前。いやエルトナムさんよ。ったくこの夜には変な連中が大勢集まっちゃいるが、あんたの変は飛び抜けてるよな。同じこの世界の住人とは思えないぜ。ほう、私から異なる波長を感じ取るとは鼻がちバカでもないようだ。その根拠のない直感だけは主人公らしいと褒めておきましょう。だが長い間私たちの世話になっておきながら、ようやく完成新作を作ったかと思えば念願のハイレゾナイズも私一人。この怠惰、物臭、不甲斐なさは到底許されるものではない。ようやく確証を得ました。どうやらちょっとアーケードで長売れた程度で調子に乗ってオリジナルを始めたというのも事実のようだ。愚かな。しかしこれも後輩の育成&新人教育の場だと思えばいい機会。10年の月日がもたらした決して及ばぬ実力の差、とくとその目に焼き付け、悔しさのあまり大パンして家に帰りなさい。あなたにも家族はいるでしょう。ま、それはそれとしてコンパネに八つ当たりするのは禁止ですが。ファーストクローズリバイド。そんなに決まりもうさ不死ぬ。爪が甘い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 。やりますね。爪が甘い。爪が甘い。爪が甘い。やりますね。爪が甘い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 。やれよっと。
セカンドクローズリバイドカウンター、カウンター、これ以上は決まり、カウンター、そこで見せる、カウンター、爪が見せる、カウンター、これ以上はまだだ、あなたを待つ無謀と言ってサードクローズリバイト、そこ見せる、そこ撃ち抜く、引き抜く、見せる、動くか、カウンター、カウンター、そこで引っ張る、まだだ、この程度か、そこで見せる、ウィナー、エルトナム。いいんだ。この呼び名は今の私にこそふさわしいのかもしれません。私にとってここが偽りの舞台なのは言うまでもない。はあ、忙しい私を呼びつけ何をさせるのかと思えば、このようなルーキーたちのおもりとは。バカにするにも程がある。私がかつて戦ってきた相手に比べれば、彼らなど文字通り赤子の手をひねるようなもの。このゲームも初めてにしては頑張っているようですが、フランスパンがどんなに頑張ろうと、この舞台は次のメルブラのためのステージ。その経験値は全て有効活用させてもらうとしましょう。とはいえ、こうなるとメルブラの方が出るまで先は長そうです。それまでの暇つぶしとしてしばらくこちらにとどまるとしましょうか。しかしキノコめ、一体いつになったら次の新作に着手するのか。あの男もそれなりに働くのですが、いかんせん雑務が多い。そろそろ心を鬼にし、各種コンシューマーゲーム機を取り上げる必要があるか。思えば物語の主役として生み出され、既存の輪に放り込まれ10年、ようやく輪に溶け込み周囲に認められた直後、また別な輪に放り込まれた。私もつくづく因果の定めのもとに生まれたものですが、それも悪くはありませんね。企画ものから生まれた身であればこそ、世界の垣根は越えやすいようだ。私はここ10年を忙しく生きすぎました。これを機とし別な世界を見て回るとしましょう。次なる舞台、来たるべき時のためにも、インバースか。また時が来たらぜひ相まみえたいものです。それまで彼らがこの厳しい戦場で生き残れることを祈りながら、キノコの束縛から逃れた私にはもう恐れるものなどないのだから。